今回はショーホーム入行の住まいの玄関と和室とリビングをご紹介させていただきます。今回のポイントはコンパクトな敷地でも緑を感じられることができる玄関と、客間としても使うことができる和室と間取りに合わせたオリジナルのソファーをご紹介します。それでは早速中へ入ってみましょう。ここは格子の扉を開けて、敷地がもともと高さがありましたので階段を上って玄関に入っていきます。ここがですね、気持ちがいいんですけど、少しだけ椅子を置いたりとか小さなテーブルを置いて緑を楽しむことができる小さな坪庭のような空間になっています。そこが入行の住まいの玄関です。ここから中に入るんですけど、木の玄関の扉を引き戸で開けていただいて、ちなみにこちらには網戸が入っています。これはみんな結構いいなっていうお声が多いです。玄関入るとこちらに靴箱が壁一面にあるんですけれども、可動棚になっているので棚を追加することができます。あととってもいいのがこちらの一番下の棚をつけずに、こういう長靴だったりロングブーツとか、あと水が垂れても大丈夫なバケツとかをここにしまっておくと、でこれしっかり隠すことができるので、結構これは皆様いいなと言っていただけます。こちらは、客間としても利用していただける和室なんですけど、布団がお布団シングルがギリギリ2枚敷いていただける、4畳半はない一回り小さい形の和室になってます。ここの空間は照明がですね、埋め込まれているんです。なんとここに分かりますかね、ここ少しですね、天井も丸くリアカーなカーブを描いています。下に光を落とすことではなくて、天井から柔らかく降りる光というのがとても心地いいかなと思います。あとこちらが一応コンパクトですが床になっていまして、ここに掛け軸をかけたり季節のお花を飾っていただいたり、玄関の目の前にある空間になりますので、ここが少しお客様をお招きする空間になるかなと思います。一応お布団が入る幅の押し入れを設けてあります。なんとこちらがですね、仕切ることができるんですけれども、ここにじゃん、障子が入ってます。こんな風に仕切って使うこともできます。客間として利用するときに仕切りたいっていうご要望は結構多いんですけど、ここのお住まいの方もですけど、開けてる時の方が多いという場合は、こういう扉をつけてあげて中の建具が見えないようにすることで、すっきり見せることができるので、よりシンプルに美しい空間になると思います。続きましてリビングをご紹介します。見てください、長いんですよこのソファーが。またこのこちらの間取りにぴったりくっついている、幅を合わすことができているオリジナルのソファーになります。ちなみにこちらは座面の下が収納になっているので、結構リビング周りの草
薬箱だったり DVD しまう方もいらっしゃれば、ティッシュのストックとか、お子様がいらっしゃれば、子供さんのおもちゃとかおむつとか入れてる方が多いです。ちょっと座りましょうかね。これですね、こちらの座ってる座面はウレタンという塊のものになってるんですけど、背もたれの方はフェザーって言って、羽毛ですね、鳥の羽と少しウレタンが入った柔らかめの質感です。でこれを取るとですね、結構奥行きがあるので、例えばちょっとこうやって行儀悪いですけど、あぐらをかいて座ったりとか、こんな風に座ってもいいですし、幅が広いのでこんなこともできちゃいます。ちょっと恥ずかしいですというオリジナルのソファーです。ソファーにくっついてるんですけど、ここにはですね、テレビボードとして作り付けのテレビボードと、その上にも収納がついています。結構こうリビング周りで雑誌とか本とか大事な書類とか意外にこういう棚にしまわれている方が多くて、空間に合わせてこちらの扉の色味だったり質感を変えていきます。でこちらなんですけど、これ引き戸ですね。でデッキだったりテレビ関係のものを置いていただけるんですけど、中のごちゃごちゃが見えずに扉を閉めた状態で、ここは木の格子になってますので、リモコンがこのままでピピッと効くようになっていますので、これいろいろな素材があるので電波が届けば ご要望に合わせてすることがあります。こちらですね、玄関から少しだけ土間をこう中に切り込んで入ってるんですけど、コンパクトな敷地なので、できれば中とお庭を少しでもつなげて緑の空間を多くしたいということで、植物を置きやすいエリアになっていて、こちらはすごく、こちらが東になるんですけど、東の朝日を中に入れることができます。上をご覧ください。ちょっと見てください、こっちを。上に、ここはですね、今ちょうどいいこう光が入ってますが、屋根の上にですね、窓をつけているトップライトというやり方なんですけど、そこの空間に光を入れて壁一面を明るくすることで、家の中に光を反射して入れるようなやり方なんですけれども、今照明がついてないんですが、つけなくても結構明るいですね。今回は、入校の住まいの玄関と和室、リビングをご紹介させていただきました。また、ご意見、ご感想等ありましたら、コメント欄までどしどしお寄せください。それでは、また。